ジュース買えねえよ。50円入れたら100円のないんだもん。つまりいけない。43。番号で、番号で。じゃあアジ。番号でない。アジ。はい。グラタンとかあるけど大丈夫。グラタン。あ、いらないよ。カンパチ。カンパチ2。いや、やめとこう。外人だけじゃないよ。外人向けにこういうメニューがあるのかな。でも英語で書いてあるもんね。あ、カルフォルニア。37いくら。そんぐらい？じゃあ一旦寿司はこれ頼みますよ。すいません。喜びにしよう。喜び組がいい。喜びの酒？うん。喜び。これ意外と飲めるんですよ。じゃあ喜び行こう。はい。白子ポン。白子ポン乾杯。マジで？すいません。行ってみようよとりあえず。行って行ってみるだけね。見てない手にして。喜びを 4号でおチョコよ。はい、2号がお持ちですか。あと、白子ポン酢。白子ポン酢1つ。はい。あとこれ1個。日本酒の喜びが何が。普通に白子ポン酢通ったね。あの販売何か。あの販売何販売って。酒。あの、彼女のセロコラーでしょ。はい。ダメですよ。ガキさじゃん。なんで横につけたの。おしぼりこんなのか。すいません。プリン体最高。通風なり。ミスター通風なの。お通し？はい。あ、お通しってあるの？目玉焼き。ここは初めてです。ここから隙間がすげえ。隙間スイッチだよ、ほんとに。加藤は積み上げたのもぶどうして。俺、そういうことは登ったことない。え？行ったことあるけど、登ったことはない。海に、うん、あの、展望台でね、晴れてないと、マジ何も見えないって言われてるんだよ。景色見れるんでしょ。見ました。見えるんだ。景色が見える夜に一つ。ビーキーズの上下に目指しも。ついてこないですよ。だからさ、スカイツリーはね、眺める方がいい。東京タワーの方がまだ、なんか味がある。俺は好き。僕も好き、東京タワー。あれでもかっこいいっす。かっこいい。スカイツリーあんまり。俺は東京タワー昭和の男なんですよ。そうなんだよね。スカイツリーはなんか平成のあの細身の男なんですよ。そうなんだよ、ね、細くて髪の毛長くて息つかないの。アトバスはもう何やねん。柴又ツアーとか。あ、でも柴又って言ったことないわ。俺もないわ。葛飾なあそこ謎。俺の中で空白してきた。最寄り駅って何なんですか。柴又じゃん。柴又駅ってのがある。なんかね、ローカルな線があるんだ、あそこに。JR でもなんでもない。なんかロシア線じゃないですか。あ、それかな。世田谷線みたいな感じかな。世田丸。柴又に住んでる友達っていない。いないね。空想状態。俺らさ、東京のあんま知らないよ。
一番まだってどこだろうこれ。北総鉄道っていう全く聞いたことない。聞いたことない。来ない。鉄道っていう名称。確かに。確かに。お前そっち全く分かんない。江戸川区とか多分行ったことないかもしれない。関西臨海公園ぐらいじゃない。まあ観光スポット。こうしてみたら全然東側知らないんだよな。堀切勝負園って最近読めるようになりました。だってさ、ちょっと待って、西東京で調べたらさ、もう知らねえもん、これ江戸の東京建物園って何これ。小金井市だよ、ほら市、興味あるよ。でも俺あの、いや市はいいよ、うん、市の中にもさらに村がある、実はなんとか村みたいな。そう、あ東村屋、ね、あ、そうし、あれ市か東区ですよね。そう、もっと奥市にあるんだよ、さらに。まあ今それはもうほんと話題くらい東京って一言言ってもさ、めちゃくちゃすごい色々あるよね。東京って、東京の一番西にある駅は奥多摩駅だった。はい、ね、さっきの村出てきた、ヒノキ原村。ヒノキ原村、やべえ、寿司に日本酒やばいな。じゃ皆さん飲みますか。飲みます。飲むよ。同窓会に来るやつじゃないですか。縁側、縁側、どれがどれか。縁側、小肌、小肌、タイ、タイだね、タイ。え、ここら辺が何。もう一つなの、これ無理。アジもかヒラメかな。ヒラメの昆布締めって何のことなの。あ、タイ、カンバチかな、カンバチ。こっちが無理かもしれない。無言。カンパチっぽいですよ、これ見た目。ブリかカンパチ、うん、これとこれ一緒。わさびがすごい。わさびがすごい。どうですか。興味ないから、本当興味ないから。サッカーのルールまるで知らないから。ああ、ハットトリックちょっと俺怪しいから。何ハットトリック。試合中に3点ぐらい決めるやつでしょ。試合で1人の選手が3点決めると思って。なんでダメ。3点以上、いや、それはいいこと。ダメじゃない。あ、ダメ。ネットカードじゃないです。ハットトリックってポイントを漁られて何があるの。要は選手チームは合計で、まあ、5点ぐらい入れて、そのうちの3点を1人の選手が決めたらハットトリック。それが出なの。それこれ小学生でも知ってんだよ。で、11人選手がいる中で点数を入れられる人が、まあ、少ないみたいな。その中で1人が3点も入れたらもうそれは大したもんだって。あ、なるほど。それをハットトリック、まあ、ハットトリックって言ったところで何があったの。多分そのチームのスポンサーからお祝い金とか出てると思うけど。大人の事情があるの。あとは感じ、子供たちから何よ、戦闘の目ってことで朝原翔子みたいな感じか。はい、あー、なるほどね。それ違うし、タイじゃねえし。上優し、これが悪いところだ。上優し、品川のこのノリが。はい。オフサイドもなんとなくしか分かんない。なるほどね。俺野球やってたけど、やりながらもよく分かってないルールが分かんない。だからそうな、ルールで誰決めてんの。明日野球ビンゴ、バットを振ってカーンって行ったらホームランって誰決めたんだって俺も。俺そこで俺もそれも大枠じゃないですか。俺ね、俺それがもう無理だわ。そういう時点でもうアウト、アウトだよ。三振でルールルールルール俺も無理だよ。3回振ってるよもう。
正解いく？いいよ。そんなそんな。じゃあ俺頼むな。いいよ。頼もうぜ。じゃあ行こうよ。ほら。俺もう一回小肌来てんじゃない？小肌うまかった。小肌好き。はい、じゃあブリトロ行きたいんだけど。ブリトロ。ああもう。もうこのページ食ね。今ちょっとおわん系行きたいと思います。イワシ何枚ですか。イワシはちょっとあれじゃに2位そう不人気イワシクラブにないの違う軍艦みたいな感じ。そうそういう感じ。これ新しいね。これ新しい。これもう2個足す。喜び欲しいもん。喜びをください。これ結構巣が強い。ちょっとあとは巣が強いな。俺ガル嫌いだったじゃんね。俺も嫌いだった。今やもう好きになってる。今ちょっと3巻しか出ないですね。すみません。さっきですね。来た来た。ちょっと直してくれんのかな。結構みんなあれだね。思いのほうが美味しかった。ざんまい言うて結構うまいっすよ。タクトロタクトロの食感うわっ、うん、うまっ。今のとこ一番美味しいな。頼んだ頼んだ。あ、先が逆にもうない。モトクロス。やっぱ穴子うめえな。寿司クラブ作る。健全だから。寿司で締める。寿司締めありだ。寿司締めあり。うわ。スマホのこと俺携帯使ってる。おっさんだよ。おっさんだよ。お前犬でしょ。なしごれよ。でも逆に携帯でしょって思うんですけど。ここいやでも若者はスマホだから。携帯してますもんね。だって携帯してるけど。老害絶対意見負けないよ。キリン。Films.